幽霊島江戸川乱歩前回の続きからですでは和田銀子がどうして野杉明子に変身することになったかその次第をかいつまんでお話ししましょうことの起こりは今から3年前の 大正元年7月の末の末ことじゃった。かねて知り合いの和田の医師の紹介状を持って長崎の弁護士黒川太一氏がここへ訪ねてこられたわしは新聞紙上で黒川弁護士が老婆殺しの和田銀行を熱心に弁護した人物ということを知っていたので大方その事件について何かわしの力を借りたいのであろうと推察しましたが。 案の定黒川氏の依頼は一人の若い女の要望を変えてもらいたいということであった。母、さては和田銀行を脱獄させるのだなとわしは早くも相手の心中を見抜いたことじゃった。よろしい引き受けましたと答えると黒川君は喜んで帰ったがそれから半月ほどしてここにも書いてある通り8月10日の夜。 黒川君は一人のぞっとするほど美しい美少年を連れてやってきたその美少年が和田吟子であった用心に用心をして少年の姿に変装させてはるばる長崎から連れてきたのじゃさっきも申した通りわしは依頼人の事情を洗いざらい聞いてしまわないうちは事件を引き受けないことにしているので銀子の身の上についても「根、ね、掘り葉掘り」 聞きた,だしたのじゃ黒川君は初めのうちは何のかのと手の良い嘘を並べていたがついには包み切れず一切の真実を告白しましたそれによると和田吟子は当時長崎監獄の監獄医を務めていた又野麗く君の助力によって守備をく脱獄することができたのじゃ。又野君の差質に従って吟子はまず病気を申し立てて。 韓国病院に入院したがその病院の老看護婦に又野君の腹心のものがあってその女が万事抜け目なく取り計らったということじゃあ,あそうだったのか偽医学士の又野霊三は昭子さんの脱獄を助けた監獄医だったのか老看護婦というのはおそらく岩渕人蔵の妹飛田夏子に違いない。 それなればこそ岩渕のやつは、ま、たのや夏子と一緒になって明子さんをあんなに脅迫していたのだ脅迫してもよいだけの大秘密を握っていたのだあの雲屋敷の密室に助手の極意が隠してあったこともそれと一緒に看護婦の服があったのもこれで一切画点がゆく看護婦の服は無論和田銀行を介抱した夏子の身につけたものだ 朝切の晴れるように私の心の中にもやもやしていた謎がみるみる溶けてゆくそれとともに見舞いとしていても恐ろしい真実がまざまざと私の眼前に現れてくるのだ野添明子和田銀子老婆殺しの滞在人ああ私は救い難い絶望の底に沈むために はるばるば長崎からやってきたようなものであった老先生は話し続けるわしはその以前マ野ノ君にインド産の毒草から制するグラニールという飛躍のことを教えたことがあったがマ野ノ君はその飛躍を使って銀庫に病死を装わせ主任として監獄病院の外へ出すことを考えついたのじゃ。 グラニールというのは恐ろしい緑薬である分量を服すれば立ちどころに命を失うがその分量を少し減ずれば下肢の状態となり脈拍も呼吸も止まってしまうという神秘な作用をするのじゃそして一昼夜ほどすれば酒の酔いが冷めるように自然に蘇生する又野くんはこの作用を利用してその筋の目をくらまそうとしたのじゃ。 私にたちまち思い当たるところがあった「グラニルといえばかつて幽霊灯の図書室で私を傷つけた探検の先に塗ってあったのも同じ毒薬であった」「幸いその分量が少なかったので生命は取り留めたがあれが老人の言う歌詞の状態であったのかもしれない」「少なくとも歌詞の一歩手前ぐらいまでは行っていたのに違いない」 グラニールによって仮死状態に陥るのは無論非常に危険なことじゃもし薬の分量を少しでも誤るかその人の体に意思にも分からぬ弱いところでもあったら蘇生することができないで本当に死んでしまうかもしれぬ実に危ない仕事なのじゃしかし銀行はよほど肝の据わった女と見えて恐れ気もなくその毒薬を飲んだという。 「そして目論み通り、歌詞の状態に陥った。それはちょうど真夏のことだったので死骸が腐敗するといけないという口実で又野君も内部から運動するし外からは黒川弁護士がそのムクムキへ好きなからぬ賄賂を使ってうまく病院から死体を引き取り埋葬の許可まで受け幽霊塔の村へ葬ったのじゃ」。いや葬ったと見せかけてその実は空の棺桶を埋めたのじゃ。 銀子は薬の分量がよろしきを得たのか間もなく蘇生したそこでさっきも申した通り断層をさせて黒川くんがここへ連れてきたというわけじゃそして10ヶ月の間この地下室に身を隠しわしの手術を受けて現在の野添明子に変身したのじゃさて手術も終わり全く新しい一女性と生まれ変わった銀子は黒川くんの計らいで 韓国病院で世話をした老看護婦が引き続き付き添い人となって上海に渡りその地で適当な履歴をこしらえてから内地へ帰るという手はずにし大正2年の6月末ここから出発したのじゃつまりそれ以来和田銀子という女はこの世から姿を消して野添晃子という別の女が生まれ出たのじゃ。それほどのの苦労をしたのだから まさか二度と法律に触れるようなことはすまいと思っていたが天性犯罪者として生まれついたものは仕方のないものじゃまたしてもわしの救いを求めなければならぬようなことをしてかすとはなんという因が波の上であろういやいやそんなことをとやかく批評するのはわしの職業ではないただ申し込みに応じて手術をするのがわしの務めじゃ。 でではいいい。つななりと本人を連れておいでなさい数ヶ月この地下室に閉じこもっている間にまた全く別人となって生まれ変わることができます。老先生の言葉が終わっても私は黙っていた。気抜けしたように目の前の空間を見つめて長い間身動きもしなかった。ああ何ということだ。 私が女神とも聖女とも崇めていた明子さんは一個の殺人者脱獄者にすぎなかったのか私の失望がどれほどであったかお察しが願いたい老先生の話を聞いてこれまで何か神秘な謎のように思っていた事柄がすべて氷解した。 アキコが殺人女の墓を拝んで泣いていたのも分かってみれば何でもないことだあの墓には他ならぬアキコの全身が葬ってあるのだものアキコが幽霊塔の大時計の巻き方を心得ていたのも彼女の全身が塔の持ち主のおてつばあさんの養女であったとすれば別に不思議ではない和田銀行を裁いた私の叔父と 同じおてつばあさんの養子であった永田長像とが初めて晶子を見た時あれほど驚いたのも晶子が銀子の後進であってみれば当然のことである現にここにある二つの仮面を見比べても晶子の顔にはどこかしら全身の銀子の面影が残っているのだからそれから雲屋敷の主人の岩渕慎蔵が 私を先生のところへ起こした理由もよく分かる。明子がそんな悪女と分かれば私の愛情が冷め岩渕らの脅迫を妨害する気もなくなるであろうと賢くも察したのに違いない。今度の叔父の毒殺事件にしても今となっては明子の有罪を疑う余地はない。私のおじは、 和田銀行に終身の刑を言い渡したのだから彼女にとっては恨み重なる仇敵である明子がその叔父に取り入って養女となりすましたのは何も恨みを忘れたわけではないそうして財産を横領して間接にあだを返し自分の利益をも図ろうという底深い企みであったところが永田彫像の告げ口で 彼女の前科が暴露し、おじが遺言状を書き換えそうになったものだから、ついに毒殺を決意するに至ったのだ。もともと恨みに思うおじのことだから、こういう成り行きになったのは、むしろ彼女の思う壺であったに違いない。彼女が口癖のように秘密の使命を帯びているなどと言っていたのも、今考えてみれば、おじへの復讐のことを、 案に匂わせていたのかもしれぬ「そういうふうに連絡をつけて考えてみれば何もかも最初から分かっていたことなのだ。恋に目がくらんだためとはいえ私は何というバカ者であったろう。独夫のために思うさま踊らされていたのではないか。いくら悪事を見せつけられても明子に有利なようにばかり解釈して。 ついには遠い東京までこうしてのこのこ出かけてくるなんてそして無罪の証拠をつかむどころか明子が正真正銘の悪女であることをやっと悟らされるなんて我ながら愛想の尽きた話であるそれにしてもあいつは何という恐ろしい女であろうあんなのを真の独婦というのではあるまいか 私は「下面にニ菩薩内心に夜叉という古い言葉をこの時ほどしみじみと思い当たったことはなかったあの美しさあのしとやかな物腰ああいう素晴らしい武器があればこそこれほどの大悪事がやすやすとやってのけられるのだ私がそんな考え事にふけって黙り込んでいるものだから 先生はいぶかしげに私の顔を見つめ「どうなすったまだ何かふに落ちぬことでもありますか?」と尋ねるのだ「いやお話はよくわかりました僕は夢が覚めたような気持ちです」え「え夢が覚めたとはではあんたは」「そうです僕は実は」 アキコが潔白な女だという証拠をつかみたいと思ってはるばるやってきたのですがお話を伺ってすっかりてが外れてしまいましたおおそういうわけだったのですかそれはお気の毒ですここは潔白なものを求めに来る場所ではないあんたは方向を間違えたのじゃそうでした僕はひどい思い違いをしていたのです でははを再手術するには及ばぬのじゃね。しかし最善の報酬金はお返しするわけにはいきませんよ。わしの秘密をすっかり打ち明けてあんたにわしの急所をつかまれても同然なのじゃからね。ええ無論報酬を返していただこうとは思いません。私は絶望の目でテーブルの上を見回した。そこには忌まわしい二つの路面が。 私の愚かさを嘲笑するかのようにこちらを見上げて並んでいる。それを見ると私はとっさに決心した。先生、報酬は返していただこうとは言いませんが、その代わりにあの五千円でこれを買い取ります。私は二つの顔面をつかみ上げ、いきなり床に叩きつけた。 脆い銅の塊はたちまち粉々に砕け散ってしまった。私はその銅のかけらを踏みにじりながら、なんとなく生せ成いせいしたような気持ちであった。